皆さんこんにちは、はじめまして、ゆうこと申します。皆さんよろしくお願いいたします。ですね、まあこの宗教チャンネルを始めるっていう風になったきっかけっていうのは、やっぱり宗教について皆さんあんまり深く考えたこともないと思うし、無宗教っておっしゃる方非常に多いと思うんですね。で、あるいはね、何か特定の信心をしている人とか、ね、信仰がある方もいらっしゃると思うんですけれども、まあ宗教についてどれだけちゃんとした正しいことを知っているのかなということをね思いまして、で、私は日蓮召集の信徒でして、日蓮召集のその信心をしていくことによってね、いろいろ思ったり、その分かってきたことがありまして、そういったことをね、この動画でぜひお話しさせていただきたいなと思って、ゆうこの宗教チャンネルっていうのを解説させていただきました。宗教には、こちら書いたんですけれども、聖者善悪、先人皇帝の差があるっていうことでね、どの宗教、どの神様、どの仏様でもどれでもいいんじゃないって、ね、分からない方は思ってしまいがちなんですけれども、で、宗教ってね、多種多様な価値観であったり考え方っていうものとはね違います。宗教っていうのはね、その人の人生に大きくね影響を受けるものですので、選び方間違えちゃうとね、どえらいこっちゃになってしまうんですよ。なので宗教はどれでもいいのではなくて、その教えには必ず聖者善悪、先人皇帝といったね差があるんですよ。そこについて皆さんにまずは知ってもらいたいなと。で、次にですね、宗教って非科学のことを言ってるなと、宗教は理屈じゃないんだよと、そういったことをねおっしゃる方もいるんだけれども、なんで宗教だけ急に科学的でなくなってしまうのかなっていう話なんですよね。そんなのはおかしいわけで、で、最もね優れた正しい宗教っていうのはね、必ずね客観的事実に基づいていて、で、最もね優れた、で、最も深く最も高い教えを用いなくてはいけません。それは当たり前ですよね。宗教の教えが不完全であったら、その不完全なものの影響を受け続けるわけですよ。その宗教がインチキであったら、インチキの影響を受け続けてしまうわけですから、客観的事実に基づいて最も優れた教えを知って、それを信心する必要があるっていうことですね。はい、次。宗教は官能っていう人の心の働きを利用したものっていうことでしてね、宗教ってよくまあね、その目に見えない、ね、神様、仏様、ね、なんちゃら様なんかわかんないけど、まあ、そういったねものを信仰するっていうイメージがあると思うんですよね。で、そのね、なんかどこにいるんだか何してんだかわかんないけど、その目に見えないね神様とか仏様とか天使様とかいろんなもんをね信心することによって、まあそういう存在がねどっかで見ててくれて、自分のことを守ってくれるとか助けてくれるとかね、なんかそういうイメージあると思うんですけど、実は宗教って人の心の働き利用したものでして、ここが非常に大事ってことなんですよ。はい、これ非常に大事、あーごめんなさい、ぐちゃぐちゃなっちゃった。はいはい、非常に大事。はい、宗教は単純に人の心を仕組みをね利用したものですので、正しい信心っていうのがいかに大事かってことなんですよ。
これをちょっとね今回は分かりやすく説明させていただこうかと思います。よろしくお願いいたします。